われましたね。はい、形の違うこのエンブレムの3種類の四角形は国や文化、思想などの違いを示しています。この光の正体は1824台のドローン。東京の夜空に地球が浮かび上がりました。今までサッカーだけやってきて、こんな悔しいことってないし、この気持ちを忘れないように抜ければなと思います。ありがとうございました。涙があった。フリップインディという技を決めれば流したどこも触れ川から八村、シュートフェイクからゴールした。ダンクだ。強烈なダンク。日本にもう一度勢いを。なかったけれど、確かに歩んできた。ここで試合終了。イースタンド今日は来ている。まず日本がリードを持って先行してね。トラが山田トラ、決勝戦に妹が先に金メダル取って、もう絶対やってやるしかないっていうプレッシャーなんかそんなの全然なかったです。この試合も2年の未来のここで試合終了。今歴史が変わりました。さあここで指導が判決に来ました。曽根明貫貫いた自分の柔道、金メダル獲得です。ボンドローソバにマッチポイント。大阪追い込まれました。大阪直美敗れました。大阪直美の東京オリンピックの挑戦は敗退ということになりました。ヒロム、やった桃田賢斗、東京オリンピック夢は叶いませんでした。目立っています。第3ラウンド、ここで第3ラウンドが終了しました。ストレッチ、左利き敗れた。ここまで来れたことはまず自分を褒めてあげようかなって思うと、やはり悔しいなっていう気持ちです。悲しみや勝ったのはスペイン、サンドラ・サンチェス・ハイメ。サンドラ・サンチェス、金メダル。清水選手の背中、ここまで後押ししてくれたもの、何だったんですか？そうですね、やっぱりここまで来るのにすごく涙すごくしんどかったので、ここで勝ちたかったんですけど、悔しいです。そしていよいよ内村航平の出番です。ここですね、練習でちょっとミスった。落ちてしまった。いくつもの勝負シュート。